来ました最小値 68.20 出た最小値。どうも、おのちです。なんと今朝体重測定したら最小値来ました。体重 68.20 68kg 台。素晴らしい。順調に体重が減っていて安心しています。本当によかった。食事は正直変えてなくて、お米 150g を1日4回食べてて、まあ普通にサバ缶、鶏胸肉、ゆで卵とか、まあ結構味噌汁とかも飲んだりしてて、食事に関して全くそのストレスなく過ごせてる状況で 68.20 ということで、最小値は結構嬉しい。いや、かなり嬉しい。やばいね。で、今日の動画ではなんでこんなに順調に痩せてるかっていうところで、まあ、前回の動画で直哉さんのパーソナルトレーニングでこう痩せる筋トレというか、まあ、筋トレでも減量できる、痩せれるっていうのはすごく体感できたんですけど、プラスアルファで私朝あることをしてるんですよ。前回の動画で出ましたけど、その朝ウォーキングだけじゃなくて、より一層痩せる有酸素運動を今日は動画にして、より一層朝のこの時間にやることによって痩せる有酸素運動をお伝えしたいと思います。あと体重測定に関してなんですけど、いつも朝起きてお手洗いに行ってから体重測定する、これね、毎回同じタイミングで体重測定することによって正確な体重を測ることができます。皆さんもぜひ真似してみてください。そしてね、この朝痩せる有酸素運動のやり方として、まず大切なこと、朝起きて、まあ、水分補給とか、まあ、EAA とかプロテインも私飲んでるんですけど、水分から栄養のあるものを飲んで、この固形物は入れない状態で朝有酸素しに行きます。これが結構重要。朝食前の有酸素、これがめちゃくちゃ重要なので、私もね、今から朝ジムに行って有酸素運動していきたいと思います。はい、ということで朝の有酸素終わりました。めちゃくちゃね、あれ汗かくし、もう消費カロリーがえぐい。あれやったらもうマジで絶対
対に痩せる、これ約束します。マジで痩せます。あれはそれでやり方的には、最初ウォーミングアップで5分間歩いて、そっからヒート40秒間ダッシュ20秒休憩をかける5回やってから、また3分休憩やって、またちょっと速度上げで40秒走ってから20秒休憩っていうのを5本やって、トータルヒート10本やって、まあ、トータル20分の有酸素になります。皆さんのレベル感に合わせて、まあ、ヒートのダッシュは5本だけでもよくて、5本やって残り15分は有酸素でウォーキングするみたいな感じでも全然効果あるので、皆さんのレベル感とか体力走力に合わせてスピードとか、まあ、傾斜の角度とかも変えてやってみてください。間違いなく痩せます。私は間違いなく痩せてますので、皆さんぜひやってみて。こうたまたま撮影してるんだけど、ここなんかめちゃくちゃ綺麗なお花がいっぱいあるね。これ何、アジサイ、うん、綺麗なお花。はい、ということで朝ジムに行って、プロテインとか飲んで、時間経ったんで朝ごはん食べていきたいと思います。白米 150g とサバ水煮、マジで美味しい。みんな食べたかな。もうめちゃくちゃ美味しいよね。そしてタカピロー今もう息をしのんでいたのにね。え、美味しそう。パスタ食べる？食べ、いいよ食べても。あ、ヨーグルトもあるけど、いる？意地悪すんな。あ、キウイもあるけど。あ、キウイはいけそう。いやでもいいよ。あ、ほんと？ありがとうございます。朝ごはんを食べたいと思います。今度一緒に筋トレしようぜ。ちょっと難しいか、うん、でもいいよね、いい体だとね。いつか裸を誰かに見られる機会が。いつかって相当ほど遠くないですよ、なんかその感じ。え、なんでなんで？今すぐにでも見せる機会あるかもよ。そういう、あれでしょ、彼女ができてってことでしょ。あ、そうそうそう。なんかそのいつかみたいな、なんかもう5年後とかなんか10年後みたいな、そんなノリで言ってるけど、今はなんか自分から見て、うん、筋肉に忙しいのかなって思ったら、うん、確かに女の人より筋肉なのかなって思ったから、はいはい、筋肉に忙しいね、うん、筋肉に時間とお金かけてるわ。うん、そうだよね。だからいつか。あ、確かにね。どう、そういう相手だったら嫌だ、やっぱり筋肉ばっかりにお金と時間かけてる。え、どうなんだろう。え、筋肉質な子はタイプ？うん、うん、まあ、ある方がいいかな。おー、そうなんだ。ムキムキじゃなくても。あ、細マッチョだ。うん、細マッチョがベストかな。そっかそっか。あ、でも全然いいと思うよ、これ。あ、大丈夫？いいと思う。大丈夫？俺も大丈夫？うん、大丈夫。入ってる？うん、あ、OKOK。おいしい、ラボカン。こんな感じでルームシェアの仲間と楽しく減量生活やってるので、ストレスなく減量頑張れてます。うん、ありがとう、タカビロ。うん、ぜひタカビロのチャンネルも見てね。面白いから、すごく。あ、ありがとうございます。大人なチャンネルだけど面白いので、ありがとうございます。見てください。じゃあこれからも美味しいものを見せびらかすね。匂いだけでもね。いや、確かに、ね、味わってもらう。メンタル削られちゃうよ。また直江さんのパーソナルが明日あるんだけど、ちょっと動画では先週先々週のパーソナルの様子をお届けします。私がね、直江さんにバチバチに追い込んでいただいている様子、ご覧ください。どうぞ。 ありがとう。せーの、閉じるまで。うわぁ、きっつ。止めて、し、胸で受け止める、受け止める。回数じゃない、質、5。よし、OK、いいよ、ナイス、素晴らしい。よし。はい、じゃあ、しましょう。しゃ、ストップ、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 OK です。よし、トップポーズ。5
3、うわいい、ナイス、めっちゃ胸にくる、いくんすねこれ。10 1 2 3 27 8 9、ラスト20、ゆっくりストップ、で長い入っていく、10 9 8、ここで耐えて7 6 5 4 3 2 1、オッケー、最高、えぐい。これでちょっとコースを、はい、おお、ここのラインができますね、できますね。バックポーズ、バックポーズ、あれ前やったし、そうです、ごめんなさい、またやりました、ごめんなさい。ここで常にこう、なんだろう、喋りながらでも一気に締められるよね、すげえな、この状態で喋れるように。ドクさん、今日は明日夜ご飯何になるんですか。鶏胸肉です。え、何グラムですか。150。今日は昼は何食べたんですか。ちょっと待って、ちょっともう一回やりましょう。オッケーです。プロポーズ、ドクさん、今日は朝ご飯何食べました。ゆで卵とサバ缶です。あ、なるほど。え、今日は練習でしたか。しました。そうなんですね。ちょっと待って、会話下手くそみたいになってる。お互いに会話が下手くそみたいになってる。ひろきさん、最近の楽しみは何ですか。名前さんの動画見ること。本当ですか。はい、僕の動画でなんか好きなものとかあったり。はま寿司が好き。はま寿司、はま寿司食いに行くとこです。あ、そんなとこが好きなんですか。はい、はま寿司だと何食べます。サバ寿司、アジ、サバ、青魚です。ちょっと待って、ナイス。じゃあ、こっからちょっともう一種目いきましょう。オッケー、絶対興味ないじゃん、今の会話。せーの、うや、1 2 3 4、目標20 5 6 7 8 9、10 1 2 3 4 5 6 7 8、あと2、あとで、ね、まだいける。大丈夫、あと5回、うわっ、2、みんな見てますよ、っしゃ、3、4、ラスト、すげー、よし、OK、よっしゃ、もう1セットいきます。 OK です。一応しました、押しました。でも全然ひろきさんのこと好きです。突然に恋の告白。好きなんですけど押しました。好きだからこそ、こそ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 押しちゃいますよね、好きだと。はいはい、脳死状態で今、はい、やる前にビビってる。ビビらずに、しゃ、お願いします。未来の自分に、ね、よし、会いましょう。 OK っす。理想の自分に、ね、します。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2ホーム、よし、2 2
し、あと6回、あと6回。5、6、8、あと2、あと2、終わっちゃいますよ。68.10、 ちょっとだけ落ちた。はい、ということで、まあ、先週先々週のなおやさんとパーソナル動画を見ていただいたと思うんですけれども、順調に今朝もね体重上がったら 100g 落ちてます。まあ噛み切ったからかな、 100g、 そんなことないか。これから朝の有酸素運動をしていきたいと思います。皆さんもぜひ朝の有酸素でダイエット、ボディメイク一緒に成功させましょう。また次回の動画で体重が何キロになっているのかお楽しみに。